北海道東北地方知事会は、豪雨や地震などの大規模災害に対する備えを強化するよう、国に求める提言をまとめました。昨日、仙台市で開かれた会合には、東北6県と北海道、それに新潟を加えた知事が出席しました。この中では、東日本大震災からの復興を今後も国政の最優先課題とすること、東北地方でも豪雨被害などの大規模災害に備える国土強靭化について、国に求める提言をまとめました。東北地方では今年7月に山形で記録的大雨で3人が死亡、岩手や秋田でも7月から9月にかけて台風や大雨で甚大な被害が出るなど、各地で豪雨災害が相次ぎ、被害の激甚化が目立ちました。下流の酒田市が大変なことに水浸しになりそうだと、さまざまな対策をですね、西日本と同等のものをこうしていただくということを求めていく必要があると。